初日8レース走られます奈良114期の日野未来選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回第1回のファールカップなんですけども、まあ6着スタートを予選敗退だったんですけども、振り返っていかがですか？去年はとにかく緊張して何もできなかったイメージしかないので、今年はそういうことがないように自信を持って仕掛けていきたいと思います。久留米のオールガールズが準決勝の敗退だったと思うんですけども、まあ、その後ですね、まあ、積極的に走られて、まあ、優勝した決勝のレースで生かすバックを取っていると思うんですけども、はい、なんか練習から含めてそういった意識はされているんでしょうか？普通開催では1着取れるように自信を持って仕掛けているんですけど、その準決勝敗退したことに関しては、やっぱ組み立て不足だったりとか、そういう面での弱さが出てしまったので、そういうレースを見たりとか、あのビッグレースを見て研究することを主に練習してきました。で、まあ状態面としてはすごく上向きには来てるという感じですか？めっちゃ上向きに来てると思います。今回の戦い方を教えてください。今回の戦い方は、いつもは前回久留米では結構仕掛けるレースしたんですけど、今回はそのまくりだったりとか、踏める距離を短くして相手に対抗できるような組み立てでレースをしたいと思ってます。では最後にファンの皆様、意気込みをよろしくお願いします。はい、この大舞台でしっかり高配当を出せるように一生懸命頑張ります。応援してください。